リングスベルグのルーン石碑の一つ、U240 ルーン石碑は、ルーン文字で名が刻まれた石碑。中世初期以降に見られ、700年から1100年頃のバイキング時代に最も多く作られた。スカルド氏による口述の伝統を選んだため、西ヨーロッパに比べると、スカンディナビアは、中世初期の歴史について、記述による証拠に乏しい。 最初の法典や歴史が編集されたのは12世紀になってからであった。現存する初期の時代のものと特定されたテキストは、効果に記されたものが2、3と、木片や金属製の槍の穂先に刻まれたルーン文字の間に、いくつか見出せるだけで、大半は石に刻まれた状態で発見されている。スカンディナビアでは、およそ6000のルーン石碑が見つかっている。 そのうち3000は、スウェーデンで発見され、刻まれたルーン文字から10世紀、11世紀に作られたものとわかっている。それらの中には、吹きさらしのフィヨルドの岩の表面に見られるものや、公園や校庭に置かれているものもある。ルーン石碑のおよそ10%は海外へ行って死んだ人物を知らせるものである。これらの記述は、ラテン語で書かれた、精鋭。 ベルタンの年代記やクレモナのリュートープラントと同時代のものであり、その中にはビザンティウムを訪問したスカンディナビア住民ルーシ族の記録など価値ある情報を含んでいる。石碑に刻まれた名は出来事や個人の特定など歴史的な動かぬ証拠とはならないが、その代わりに言葉や詩の発達、血族関係や 命名の習慣、移住、土着の北欧神話の叙述、地名、情報伝達、バイキングはもちろん公益遠征ついても、そして少なからず、キリスト教の電波などを読み取ることができる。スカンディナビアの歴史学者にとって、ルー分石碑は古代スカンディナビア社会についての主要な、情報元となるが、個々の石碑の研究で得られることは、あまり多くない。 石碑がもたらす多様な情報から石碑の混流の傾向と理由が地域それぞれで異なっているらしいということがわかっている。スノルデレブ、ストーン、デンマークで最も古いルーン石碑の一つ。ウップランドのルーン碑文有6 1 3ルーン石碑を混流する習慣は全ローマ鉄器時代からローマ鉄器時代にかけて作られた個人の業績を 称える石碑メンヒルを建てる習慣から発達したものと考えられている。その習慣については13世紀に編纂されたヘームスクリングラやバイキング時代に編纂されたと思われるハバマールでも言及されている。メンヒルには時間と共に消えてしまったが、おそらく銘が塗料で描かれていたであろう。そこで、銘はより長く保存可能な彫刻へと変わっていった。 有名なルーン石碑の大部分は、個人の名誉を称えるために建立された。東部スウェーデンのウップランド地方は、ルーン石碑が最も多い地域として有名で、3000ほどもある。これらのほとんどに十字が刻まれているか、神やキリスト、白衣の記述が見られるなど、キリスト教に関連している。ウップランドのルーン碑文 U613 がその良い例である。 キリスト教のルーン石碑がこの地域で突出しているのは、今日のストックホルム近郊が最後の異教の拠点の一つであったためである。ゴットランド島、アードレで最も大きな絵画石碑、西暦750年頃ルーン文字は、ゲルマン語圏の至るところで使われていたが、とりわけバイキング時代のスカンジナビアの人々がよく使った。 ルーン文字を使ったこのルド語の碑文は北ドイツのヘーゼビュー、ロシア、グリーンランド、北部スコットランド、マンジ島、イングランド、アイルランドの各地で見つかっていることから、ルーン文字を彫刻する習慣はノース人の移住とともに広がっていったことがわかる。例えば、イスタンブールの有名なモスクアヤソフィアにもルーン文字の彫刻が見られる。この事実は、バイキングの兵士とその文化が、 地中海南東部にまで及んでいたことを示している。デンマークで最も有名なルーン石碑は、デンマークをハーラル一世が、両親に対して作ったイエリングの石碑である。ただし、当時のヘーゼビューは、ドイツ領ではなかった。これを示す証拠が、ヘーゼビュー近郊で見つかった黄金の角であり、これには、ノルドソゴが、初期ルーン文字のコフサルクで刻まれている。 このルド語を話す民族は、彼らが、キリスト教に改修する、ずっと前、他のゲルマン人と同様に、自らの言葉を記す、独自の文字を持っていた。それが、ルーン文字である。ルーン文字は、バイキング時代が終わるまで数百年にわたって使われた。現在見つかっている、最も古いルーン文字の名は、西暦に世紀にまで遡る。この文字は、今でも、 ゲルマン語派の言語に影響を残しており、例えば、ソンという文字がアイスランド語の記述に使われている。また、バイキング時代の何百ものルーン石碑に、キリスト教に関することが命されている。現代でも、数は、多くないが、ルーン文字の彫刻に芸術として取り組み、熟練する人々も存在する。S ・フィッシャー・ファビアンチョ、原始ゲルマン民族の謎。 最初のドイツ人の生と、戦い、片岡哲治役、アリアドネ企画、2001年。P133 ストックホルム近郊、アデルソにある近代のルーン石碑ルーン石碑は、いくつかのカテゴリーに分類できる。最も数や分布が多いのが、記念碑としてのルーン石碑である。次に死者を追悼するためのものがある。スカンジナビアには、 旅先で亡くなった死者を弔うためのものも多い。そして四つ目は、ルーン石碑と関連する古代スカンジナビア人の業績を記すものである。刻まれた名の例を挙げると、ルーン石碑の別の主要な種類は、自身の功績を記したものである。古代スカンジナビア社会では、自らの業績を叙成しさがの形で誇ることが、誉れとされたことが、当時のルーン石碑からわかる。 何百人もの人々が自らの業績や優れた特徴を広める目的で文字を刻んだ。2.3例を挙げる。これらの名にも記されているように、比較的最近にキリスト教徒になったばかりの人々の宗教的な行為について記されている意思もある。これらの記述からルーン石碑を作る余裕のあった人が行った善行を知ることができる。他の名からも、 信心深さを読み取ることができる。その例を挙げる。ルーン石碑は、男が思い出を記録として残すために作られたものが、ほとんどであるが、女性について述べたものも多く、とりわけ領主や信心深いキリスト教徒についてのものは、多い。例えば、大家族の重要なメンバーとして、また、愛する人を思うが、あまりに作られたものもある、ルーン石碑には、 キリスト教が伝来して、以降はキリスト教十字が刻まれることが多く、使われる文字もより新しい新フサルクが使われる。それ以前のものは北欧神話と古フサルクが使われる。これらの名は北欧の国で作成されたものとしては最も古い文書であり、他国の宗教へと悲劇の転換を遂げる前のスカンジナビアの神話と社会についていくつかの手がかりを 与える。名の中にはデザイン的なものもある。例えばサーペントを模したルーン文字がある。また、ゴットランド島で見つかっている絵画石碑にはルーン文字が見られず、絵画的な模様が描かれているだけのものがある。現在スウェーデンスカンソンにあるアップランディアンルーンインスクリプション871は、苔や風から保護するために着色されている。調査によると、 元のルーン石碑も着色されていた。彫刻された石に書かれたルーン文字は塗りが施されており、考古学的分析から多くは赤色だったことが分かっている。赤は見やすいからである。新たに発見される石は侵食が激しく色が失われていることが多いため、近年管理者によって読みやすく塗り直されたものも多い。また、名が掘られた背景に、 字が生えるような色が施されることも多い。表面は風化で劣化したのであり、近年では色を塗り直したものこそが、本来の姿であったと言われることも多い。屋外に置かれたままのルーン石碑の表面彫刻は、いくつもの脅威にさらされている。スウェーデンでは、苔は1年で2ミリメートルほど成長する。条件によってはさらに成長が早い。 ルーン石碑は道端に置かれていることが多いため、誇りによっても苔の成長が早くなる。苔には問題が多い。苔の小さな菌糸は石の表面に小さな穴を開け、ひびを作り、時と共に彫刻を劣化させる。藻類や線類もまた劣化の原因となる。ひびに入り込んだ水は凍ったり、泥や有機物と入り混じることによって、 さらに石の表面を劣化させる。適切な処置を施せば、劣化速度を落とすことができる。例えば石の表面を、流形の小さな湿った粘土で覆う方法がある。2、3週間経つと、苔は窒息して枯れる。そうや、ビルギット、ザバイキングエイジルーンストーンズ、オックスフォード、オックスフォードユニバーシティープレス、2000、ページ1そうやー、 ピーター、ザ、オックスフォードイラストレーテッドヒストリーオブザバイキングス、オックスフォード、オックスフォードユニバーシティプレス、1997。ピコグラム、139ソーヤー、ビルギット、ザバイキングエイジルーンストーンズ、オックスフォード、オックスフォードユニバーシティプレス、2000ページ3。ヘイウッド、ジョン、ザペンギンヒストリカルアトラスオブザバイキングス、グレートブリテン。 ザバスプレス。1995、ピコグラム、105ハット、インサイロペディアブリタニカ、ハット C、マイケル・ホーガン、ジェリング・ストーンズ、メガリー・シック・ポータル、エイド、アンディ・バーナム、ハット ABC、スネドル、ソーガン。マリット・アレイン、スベンスカ・カランナー。 リクサンティーク・バリンバテッド・ピアニッシモ 33&34ISBN9172093668 北欧の研究をする上で常に問題となるのは研究者の出身国によって同じ物事の呼び名が変わることであるこの記事に書かれた用語も同じ問題を抱えている次の記事も参照のことありがとうございます